はい、皆さん、トライアングルです。じゃあ続きやっていきましょうか。前回モートンを倒したんですよね。モートンを倒して、あれモートン、あれモートンじゃねえわ、中ボスや中ボス倒して、今回パンパン弾ける、パンパン何をやめてこ、よいしょ。さあ今回ちょっとピーチちゃんで、ちょっと来ましたっていうか来てしまいました。ちょっとあるけ、おお、こんなところにピーチちゃんでさ、ピーチでファイヤー取るとこうなるの？これ触ったら、なよお前。な、一瞬目と目があったんだけど、目と目が合う瞬間。何してんだか、あ、ブブ。なるほどね。このクリボーは焼けばいいのか、それとも。あ、焼けばいいんだ。とりあえず、見て。かわいそう。痛いです。よいしょ。ここなんか出てきたりする？このクリボーは見てる瞬間は踏めないんかい。なんでやねん。あー、これ倒したいな。待って、これファイヤー、ファイヤーでさ、ほら、来い、来い、来い、こっち来い、こっち来い。ほら、来いよ、ほら、来いよ。こオッケー。これで多分、イエース。で、中入れるんじゃない？よいしょ、お邪魔します。入れるよね。オッケー。まあ、ファイヤーがあれば一番良かったと思うんですけど。あー、なるほど、隠し。ブロ、ブロ、ブロ、オーブロック、イエス、イエス、隠しブロック、センキューだ。どっかにあれじゃない、そのファイヤー的なのがどっかに隠されているとか、そんなんではないんですね。 OK です。じゃあ戻りましょう。多分目の前の土管に戻される感じですよね。中間って、あ、中間、ありがとう、中間で、ここにおそらくファイヤーがあって、社長ですね。社長、久々に行ってみようかここの中、あ、ありました。お、デッテル、ほー、珍しい、久々のデッテルですね。あ、なんか、待って、あ、待って、待って、お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 、あっち、なんか、あ、ちょっと待って、オーカーあった、危ない、オーカーの選挙だ、よし。いや、でもどうなんだろう、正直ピーチより今は、キノピコの方が強い気がするんだけど。で、ここも多分、あれかな、メダルっていうか、でっかいコインがあるでござるね。オッケー。じゃあこうして、あ、なるほど、デッチュだとこれ乗れるんだ。オッケー。こっち見んな。二人してこっち見んな。で、ここヒップできるよね。オッケー。どうしよう、多分これ、ピーチより、キノピコの方がいいかな。ビジュアルは圧倒的に下がるけど、飲めるし、ファイヤー使えるってのは大きいと。どうせ来るんやろ、来てんやろ、来て、もう行きます、もう3つ揃ったからいいです。これ入れない。まあファイヤーブラウン、ブラブラファイヤーブラウンって何痛い、あ、許せん。ハンマーブロ、ファイヤーブロスか、ファイヤーブロスもそんな怖がるほどのことじゃないんだけど、あー、なんかすごい楽しい。 Yes、 オーン。できれば上からクリアしたいんで、あ、ちょっと待って、下手、知ってたけど下手。 OK、 よし、ワンアップ。いや、いいですね。これ、今回のステージすごい楽しかった。やったぜ。オッケー。よし、じゃあ次行きますか。いや、楽しいな。でも、あ、そうそうそう。ちょっと動画のね、また最後に、すっごい気になる現象があるので、そちらちょっとやってみたいと思います。あー、ちょっと待って、ペンペンすごい気になる。ペンペン気になるけど、ちょっと一回これ挟むか。あんまりちょっとこれできてないんで、いつも飛ばしてるんですよね。でもちょっと、前、すごいこれ難しかったんですけど、今回ちょっとリベンジですね。はい。コインと一緒に行ってくる。OK、行きましょう。まあ、要は、クッパのあれを取らないように、ワンナップの取りましょうねっていうことですね。で、プラマイゼロ、むしろ前にならないように気をつけましょうっていうこと。あ、これね、難しいの。すごいこれ難しいの。あは、危ない。ちょっと待って。これ、あ、いいですよ。いいですよ。これで、とりあえずワンナップですね。ワンナップ確定。でも、もう一個、そのクッパのやつを取っちゃうと、ゼロですね。はい。ちょっと待って。これは、1で甘んじたくない。あ1個で甘んじたくないな。あ、終わっちゃった。多分これで、クッパに、まあ、いいでしょう。あまりよろしくないかもしれないんですけど。これをね、パーフェクトやりたいですよね、いつか。なんだろう、もうすべて取るみたいな。できるのかな、取ってんだった。あ、来いよ。やってやるよ。ペンギンって美味しいのかな、焼くと。どうなんだろう。見ろ、ペンギンがゴミのようだ。あはは、どうだね。素晴らしいと思わんかね。
どうだ、ペンギンがゴミのようだ、どうだ、さらばだペン。ちょっと長いですね。じゃあ狩りましょう。これは違う、狩りだ。よし、はい、届いた、やったぜ。スターか、スター、正直今使っちゃっていいかな。多分今すぐ使えますよね、ファイヤー状態でも多分上書きできると思うんで。あー、幽霊がいる。ちょっと待って、そっか、あー、ちょっと待って、捨てない、今使えない、まあいっか、スターいっぱいあるから捨てます。よし、じゃあ次これで、これもいらないって、ちょ、長い長い。まあまあ、じゃあどんぐりだったら、まあキノコでいいかな、捨てます。で、テレサをちょっと後に残しとくから、まずこっち行きます。はい、ここやったらなんかあの土管からなんか行けそうじゃないですか。なんだろう、ここクリアして絶対なんか何かしらメリットないとじゃないですか。ということで、じゃあ行きましょう。なんかエクストラステージ的な感、キラー。よし、なるほど。あー、氷がいると、今回、なるほど。じゃあ氷で行きましょうか。よし、いや初めてか、キラー今回このこれ怪しい、これ、あや、ん、なんか出てきた、ん、あ、違う、そういう塩か、いや、どうなんだろう、あのコインを取ったからいけたのかわかんないけど、ありがとう。おお、いいですね。オッケー、ピーチ。あ、てか、キノピコでやっちゃった。待って、そろそろキノピコじゃないやつでやんないと。よいしょ。トラミさん、楽をしてますって言われちゃう。よいしょ。よし、オッケー。よし。で、これさ、怪しくない、こっち。いや、でもさすがに。ないか、危ない。危なかったね。ほー、センキュー。ピーチでありがとう、よかった。ちょっと待って、中間取る。痛いです。ちょっと待って、まず行こう。まず中間取ろう。まあ、いっか。とりあえず行きましょう。あー、ここは多分氷かな。あー、氷か。じゃあこれ持って、ほっ、ハッチ、危ない。ここ怪しくない？なんだこの空間。なんだこのコインの一個のワンコインが気になるな。ワンコインサービス、これは何かあるぞ。これは、いや、なんかあると思った。とりあえず、マリオに変えてきました。ちょっとキノピコだとね、あれかなと思ったので。これどうすんの？こう、あー、なるほどね。こっから行くと、なんかあったぞ。なんか下まで行くとよかったのかな。まあいいや、とりあえず行きましょう。オッケー。あー、あの上怪しい。行きます。あ、無理！ちょ。オッケー。あったあった、オッケー。よかった。よし。で、ここになんかあった。あ、なんかあったよね。あ、ね。危なかった。よいしょ。ちょっと待ってよ。待って、怪しいんだよ。これ怪しいんだよ。これ叩きたい。待って、どう叩く？いや、無理だな、これ。よいしょ、オッケー。ふう、帰ってきた。もういいや、とりあえず行こう。行っちゃいます。よいしょ。で、これなんだ、この、怪しいね。なんかあるんじゃないかね。待ってくれ。あー、なるほど。あー、ちょっと待って。これ、むずそう。はい、よし、オッケー。これはさすがに、もうせめてワンナップ3個くらいいるでしょ、今の。命がけです。知らん。それは知らん。それは聞いたら。それは聞いたら。危ねえ。でっか。これ最後に、あれかな？このキラーを使って、わけではなかった。オッケー、ワンナップ。これ、何かしらエクストラステージだから、いいのが出るんじゃ、いいのっていうか、何かしらいい効果が、発動される効果って言ったらなんか、遊戯王みたいになるけど、なんか起こるんじゃないかな、ここで。は？違うか。ん？あ、なんだ、ただ単にテレサ行く道が増えただけか。なるほどね。まあじゃあ、あん。ただのこれいじめじゃん。で、今回やりたいことなんですけど、最後にね、動画の最後になってると思うんですけど、こちら、この、今、ヨッシーいますね。このちっちゃいチビヨッシー。これ、何でもごくんごくん食べてくれるんですよ。この、チビヨッシーを、この取っ手を追いかけるイベントの時に、持った状態で取っ手に触れたらどうなるのかっていう。まあ、要は、取っ手、チビヨッシーに取っ手を食べさせてみるとどうなるかっていう、ちょっと検証をやってみたいと思います。多分出てくるよね。どうかな？出てくるかな？あ、オッケー、いる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 、ほら。この状態だとどうなるか気になりません？いきます。待って持って待って、違う待って待って、あっちが、あ、ダメ、ちょっと待って、これやり直しか、待ってこれ大丈夫か、間に合うか、食べちゃうけど遅くなるんじゃない、ほら遅くなってるから、ちょっと待っていける食べれるか、待って、これ追いつけなくなるな、食べてると。
いやでもちょっとずつ近づいてる。あ、間に合うかな。やばい。オッケー、いける。食べれないか今。あ、なんか一緒についてきてくれるんですか。なんかなんだろう、なんでキノピオサイドにいるの。ヨッシーくん、これは俺です。困った時に使ってください。あ、そっか、あ、取ってやると P もらえるんだっけ。あれ、なんかあんま覚えてないんだけどなんでチビヨッシー若干あれキノピオ側にいたんだ。なんかそれ納得できんの。さらばだ、取って。なるほどね。ああいう感じで食べようとすると、まあ食べれないっていうか、一応これ残しておきましょうか。はい、まあ食べれないってことかな。はい、でも面白かったですね。一応やろうと思えばできるんですね。はい、ということで、今回はまあちょっと取ってんじゃないよ、まあその検証かな、やってみた結果、まあちょっと食べれることはできなかったんですけど、一応持ってね、その取ってんに挑むことはできました。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。